今回の企画はひらがなでチート武器がクラフトできるマインクラフト。ブロックを掘るとさまざまなひらがなが手に入り、ひらがなを並べてクラフトするとマイクラのアイテムやチート武器が手に入る不思議な世界。果たしてオンリーはひらがなを集めてチート武器を作り出し、無事エンドラ討伐することができるのか。今回はひらがなでチート装備の作れる世界でございます。一旦ちょっとこの辺のブロック掘ってみますか。はい、あ、見たことありますね。これも多分壊してもひらがな出てきます。何を壊してももうひらがなしか多分出てきませんね。ひらがなしか出てこない世界です。これで、ここね、クラフト画面に入れたり、あと作業台に9文字に入るものは、ひらがなを並び替えれば、何でも作れる感じにはなってると思います。砂から出るものの共通点としては、あ、出たね。作業ね。さ、し、す、せ、そう。作業しか出ないですね。これまず覚えるでしょ。そしてインベントリがパンパンになりますと。しかも今日はチート装備が作れるということで。これは、木。かきくけこだね。家業です、家業。これは、あ、和音だ。和音。んは結構使えそう。足場ブロックが絶対取れないので、土とか、土と地をいっぱい手に入れて、土を作るしかない。土を。あとそう、このネザー入った先でネザーラックからしか落ちないひらがなもあるかもしれない。なので、整えるまでがかなり長いです。もちろんこれツルハシ入ってないかな？本当はツルハシ作らなきゃいけないところだけど、入ってますね。よし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 。これとかは？あ、職業ブロックとか大丈夫か。これを足場にするのはちょっと難しいので。これは ?2 だ。2。な行ですね。こういうのは大丈夫と。フルブロックが基本、ひらがなになっちゃっているわけですな。一旦作業台か。作業台、ちなみに、ここで作れるわけがないので、クラフトの4文字でできます。これはアヒフヘホか。土は土。土は、あ、土木だ。立ちつてと。クラフトの塔がいけますね、これで。あとだけマジで出ねえ。そんなことある？あと出た、やっと出てると。らがないらが。あ、先ほどでパクってもいいのか。そうするわ。今更だけど。これは鉱石が。なんや。何が出たんや。鉱石が。これ何？あ、濁点だ。濁点。意外と使います。これ。これもらっていこう。ラリルレローがないとちょっと始まらんな。これは？あ、マミムメモがサボテン。ヤユヨカン。ヤー行とラー行と3種類もあるかな？他に。ネザーで1個ある気がする。ネザーゲート中心に活動します、今日は。一旦並べたいな。置きます。これも置きます。これもこれも置きます。はい。アイウェオがありませんと。わーおん。ダクテント。よし。今こんな感じです。一旦、ツルハシ壊れた時に、ブロックないと壊るから、土欲しいですね、土。バケツいけるかな？バーケツ、あ、バケツいけそう。よし、ここにいて初めてクラフトいたします。バケツ、来た！バケツです。バケツ、ようやく来ました。これで救えるし、ネザーゲートも土さえあれば。シャベルはいける？し、いや、矢がないか。矢どこだ？シャベルだけじゃダメなんだよね。石のシャベルとか木のシャベルとか言わないとダメだから。一旦ひらがな集めつつかな。頑張ってネザーゲート作ってみる。むずいな。むずいよ。むずいよ。足場ブロックがないと。土系掘りますよ。土系。確定でもらえるわけじゃないのがすごい辛いわ。なんかよく考えたら今作れるものあるのかもしれないけど。順序踏んでいかんとな。ネザゲ入ってネザーラック掘ってみたい感じはする。やゆよ、やゆよ。あゆえおもないからね。やゆよとあゆえおはちっちゃい文字として使われるじゃん。だから結構使うんよ。今回チートが作れるんですけど、ひらがなからね。
ひらがなからチートが作れるんだけど、そのままチートって書くわけじゃないんよな。そこよ。難しいのは。土を作れます。土。よし、OK。よし。どうしようかな。ここ火つけられないでしょ。火つけられないから、ずっと火打ち、火打ち石と内側根はできないから、火、うがないじゃん。伸ばし棒もないかん。これも多分鉱石だから、濁点、何も落ちない。砂利。いや、下ってくの怖い。さっき光ゴケドロップしなかったけど、枯れ草はドロップするんだよな。海あるから昆布とか。昆布ワンチャンあるか。やっぱ、ネザーラック掘ったら、ラリルラのな気がする。ラレルルロ。ラレルルロ。海藻。あ、ドロップした。伸ばし棒だ。伸ばし棒もいい。あ、なんだかんだ使うから。サンゴは？あ、ラリルレロこっちか。ラリルレロだ。モブドロップはどうなんだろう。モブドロップはそのままかな。モブドロップはそのまま。でも、エンダーアイが作れちゃうじゃん。9文字以内で。だから正直エンダーマンは狩らなくていいし、プレイスも狩らなくていいと。でも、全く進んでおりません。インベントリー、ひらがな以外のアイテムが5つしかありません。このうち1つはパクったやつでした。なんかそろそろ作れるチートアイテムないかな。ラリルレロ。あ、これいけるかも。ラ、グ、ラ、グ、ハヒフヘ、オ、レー、ル。きた。これでなんか、すごいものができるらしい。ラクラク、ホ、レー、ル。きた。やばいのきた。どんなブロックでもラクラク掘れる便利ツール。ミークリックで周囲 5×5 掘る。おー。ミークリック、ほい。おー。5×5 って平たく 5×5 か。やばい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 。サシスセソ。サシスセソがすごい。ワンチャンさ、黒曜石とかいけるかな。黒曜石がなんだかわからないけど。いきます。ポリ。ん？なんだ今出たの。マリノレのか。しかもこれ耐久減らんわ。耐久アイテム来たー。やゆよ来てるけど、やゆよ来てない。ラリルレロ来たけど、やゆよ、やゆよどこやゆよ。あ、これ普通に掘れるやん。うわ、ちょ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 、うわぁ落ちた。これはラ、え？ラリルレロ？あれ？ラプスラズリもラリルレロ？ちょ、これ壊してみたい。何？あー、かきくいこうか。いや、まだ掘ってないブロックだなぁ。体育減ってきた。体育減ってきたわ。怖っ。オッケー。粘土。エンドぐらいなら掘れるか。あとなんか、ウォーデン、スカルクとか対象だったらどうしよう。一旦ここの粘土ぐらい。え、粘土も土の部類だと思うんだけどな。粘土。粘土。あ！やゆよだ、やゆよ。進むぞ、これ。これで、ちょっとアイテム二つ目作りますか。やばい。やばい、いけない。やばい、いけない。やばい、いけないわ。あ、これがいけるか。これどうやって使うかわかんないけど。チートや。うわ、できた。チートやだ。いや、これだけあっても意味ない気がしていた。これだけあっても何も意味ない、これ。チートやをね、放つにはレインボーがいるんだけど、いがない、いが。うもない。あ、でもこれはいけそうだな。めっちゃ、や、べ、る。これでいけるらしい。来た。とてもおしゃべりしゃべる。すごい。あ、口ついてる。これどういうこと？今回の企画は、あ、びっくりした。今回の企画は一旦おもちゃかよ。高評価、チャンネル登録よろしくね。あ、お願いします。はい。いや、お願いしますね。めっちゃしゃべってる。え、これだけもしかして。本当にしゃべるのだけだ、これ。やられた。めっちゃ期待しちゃった。あ、葉っぱは？葉っぱもかきくけこか。やっと木材手に入りそうだけど。これは？かきくけこ。葉っぱはどう？葉っぱは。葉っぱ。来た葉っぱ！あいうえお。来たー。そりゃねえわ、この辺に。来たぞ。あいうえお乱獲する。あいうえお、あいうえお、あいうえお、あいうえお。スタートラインに立てました、やっと。これだけありゃ足りるでしょ。いっぱい作るぞ、シートアイテム。今何してんの？今何してんのって言われた。頑張れ、オンリー。めっちゃ喋ってくれる。
やった、応援してくれるわ。かっこいい。何？急におだてるようになってきたよ。お腹空いたな。お腹空いたの？あげるよ。よいしょ、はい。では。あ、喋らなくなっちゃった。オッケー。白髪の表が完成しました。おそらく。やゆよもあるでしょ。ラリルルもあるでしょ。完成しましたね。やっとや。ここから、一旦チートアイテムを作る前に、ネザーゲートをつけましょう。ネザーゲートを作るためには、フィーチ紙と内金が入らないから、手と、つがね、つが。立ちつてとランク。よし、行きます。手とつを使って、鉄。ダメだわ。鉄のインゴットか。インゴット作れないじゃん。火打ち石できるかな？火打ち石はいけるな。鉄のインゴット。ゴーレムやるしかないか。鉄の斧作ろう。いや、でもせっかくだから、先に剣作っちゃうか。強い剣、やばい剣、すごい剣。この三つが作れます、今日は。強い剣。きたー！強そう！めっちゃ強そう。めちゃくちゃ強い。力って書いてある。とても強い剣。敵を地中にめり込むほどの力で切りつける。一旦ゴーレム試してみますか。一応今私強くないので、一旦普通に叩くね。はい、叩く。はい。え？消えた。右クリックで能力発動のはずなのに。え？あ、能力発動ってそっちか。えい。え？めちゃくちゃ困るんやけど。めっちゃ困るんだけど。右クリックで能力発動は攻撃力5、強い剣の加護。耐性もつくんだ。オッケー。あ、これでやっと鉄が手に入った。大変です、これ。使いどころ間違えたら、マグマかなんかに落ちるぞ。加護をつけた状態で。行って行って。あ、これ自分も落ちるのを見越しての耐性か。できてるな、これ。よくできてます。この剣。で、9文字を超えるアイテムに関しては、ここに入れれば作れるので、よいしょ。はい。これでね、ネザーゲートを開きました。ようやく開きました。で、あと粘土ちょっと取ります。OK。次、やばい剣作ります。やばいじゃわからんって何回お母さんに言われたかわかりません。やばい剣。はい。やばい。やばい書いてある。やばい。ちょっとやばいこと書いてあったわ。TLT。TLT じゃない。やばいって書いてある。とてつもなく危なげでやばい剣。敵を切りつけると爆風を起こす。ミニクリックで特殊効果発動。ミニクリックもできるし、切っても発動するっていうことだよね。一旦ミニクリックしてみるか。はい。やばい。やばいです。気を取り直しますね。まだゴーレム持ったっけ？さすがに切りつけると同じ効果なわけないじゃないっていう。敵もか。いてててて。行くぞ！ほら！いてて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 。爆風は起こすけど。おちょ待って、今とてつもなく、マジで強い剣のおかげで攻撃力上がったから勝ったけど。やばい剣、そんなことないぞ、マジで。やばい、やばい、やばい、やばい剣持ちた。やばい剣持ちた。ちょ。アイテム消えないのがまだ悔いで終わるわ。これ一生持たん、マジで。次がですね、すごい剣です。すごい剣。何がすごいねんっていう話ですけど。すごい剣。すごい。これもすごいな。すごいです。なんかこれエンチャントついてるように見える。エメラルドすごい。やばい。すごい。やばい。すごい。やばい。攻撃すると敵をすごい吹き飛ばされる。スニークでとてもすごいことが起きる。ノックバック10。一旦右クリックしますね。あれ？右クリ何も受けない。右クリックで効果発動とは書いてないや。じゃあまあなんか、吹き飛ばすぐらいなら村人にやってもいいと思う。ノックバックだからおそらく向こう側に飛んでいくんじゃない？行きます。ポン。あ、もう吹き飛ぶね。吹き飛ぶけど、あれ？音だけ鳴った。ああ、吹き飛んでいくわ。以上、すごい剣でございました。ノックバック10。あ、スニークでとてもって書いてる。スニーク、あれ？なにこれ。キツネが出た。いや、いらない。吹き飛んでいくけど。え、なんだろうこれ。すごいこと来た。すごいの出た。
パーフェクトチキンジョッキーだ。確かにこれエメラルド持ったキツネっていうのも珍しかった気がするけど、これエメラルドブロック持ってるよ。ありえんくね。一旦こうして切るか。ほい。え、なんかすごいいい感じの装備くれたりしない？あ、なんかこれだ。え、エンチャントついてないけど光ってるダイヤモンド物だ。珍しい。これもすごいですね。すごい。すごいです。では、強い。やばい。すごい。これを組み合わせることができるっぽい。いや、マジで強い意見ちょっと気に入ってるけど、こうやって今の感情を表す、やばいとか、すごいとかちょっとできなくなっちゃうかもしれないけど、これ合体させたいと思います。最強ので6文字。プラス、最強の、やばい。強い。すごい。来た！最強。そのまんまだな。あ、帰ってきた。スタント帰ってきた。最強です。顔見えなくなっちゃった。もろ最強って書いてありますけど。すごいやばい、マジで強い最強の剣だそうです。右クリックで効果発動。スニークすると。右クリックでもスニークでも何かしら起きると。で、攻撃力が11000。ドロップ増加99。ノックバック99。これだけでいいじゃん。スニークすると？え、何？何？何？え、何マジで？え？うわ、隕石起きて隕石起きて、え、あ、これ一回ずつってこと？やってしまった。待って、これ、もしかしたら、え？これ。あ、これで一回も落ちてきてたんだ、もしかして。右くりでもなんか起きる？はい。あ、最強になったかも。あ、最強になったっぽいです。最強23秒。よくわかんないんだけど、これ。エンドラ討伐はすぐ終わりそうです。チートアイテム作るのがね、結構大変なんだよ。次が、普通にダイヤの剣作れるらしいけど、ダイヤの剣いらんくね？はい。え、待って、ダイヤの剣ってそっちか。そっちのダイヤの剣。どっちのダイヤの剣って感じだけど。ダイヤの剣だ。これはダイヤの剣ですわ。ちょっと知ってるダイヤの剣ではなかったけど。攻撃すると敵の周りのブロックをダイヤモンドに変える。おー、いいじゃん。じゃあ、すごい剣で、すごいことを起こして、こいつを切る。おー。お、すごい。すごい。で、これで、パパッと。オッケー、パカパカッと。オッケー。一生分のダイヤブロックを手に入れたわ。よかった、ダイヤブロックがひらがなにならなくて。最強の剣があるなら、最強の盾もあるだろうっていうところで、最強の盾作ります。やっぱひらがな集まっちゃうと簡単だね。最強の盾っぽいです、これ。最強の盾、岩盤だ。人から攻撃を受けないといけないけど。この時は、すごい剣ですごいことを起こし。え、待って、何？え、死んじゃった。え？え、どういうこと？あ、来た。ほら。来い。来いや。普通の盾っぽいな。耐性銃ついてる。あ、死なねえよ、これ。死なねえわ。はい。え、いや、すごい。音すごい。音がすごい。ああ。なんだ、これ、シフトか。シフトだ。シフトで岩盤を敷くことができる。最強の盾だ。これ自分で盾構える必要ないじゃん、もう、ここまで来たら。一旦ですね、まあ、この、序盤に作ったチートやん話したいので、レインボーを作ります、レインボー。レインボー。おー。想像した通りです、これ。撃ってみるよ。はい。耐久力、射撃力パッチ。虹色の不思議な弓。チートや発生し、あ、お、普通の矢持ってたわ。こういうことか。うわ、なんか起きた？あれ？待って、エンドに変わった、エンドに。これちょっとまだ掘ってないけど。あ、そう。なんでも出そう、これ。あ、なんでも出てる。すべてのひらがなが出てるわ。背面作るべきだったな。最強の剣使って、レインボーで撃って、で、これで守るという感じですかね。本当に最後の最後だけど、これね、他のチートアイテムにもなかなかない感じのやつやね。銀弾の苗。銀弾。あ、運が足んねえわ。すんごい早く終わっちゃうよ。今、銀弾。ん、の、な、え、出た。銀弾の苗。そのまんまやな。終わったけど。コップンがいる、コップンが。コップン作るか。プ、プ、プ。あれ？
楽天あるけど、アンダクテンなくね。ネザー入ったらあるかな。行ってくるか。正直、入る理由がないんだよ。マミムメモか、これが。アイウェオか。あれ？待って、これ、レインボーから、手抜きで引くしかないかな。丸がない、丸が。頑張って出すか。さすがに入っとるよな。あれ、今なんか見えてんの。ああ、ちゅ。あったあったあった、これ。これが欲しかった。おつふん。あれ？コップないのか？骨。あ、骨もないのか。ワンちゃん、あれ。あれを崩せばワンちゃん。あれ？あ！これもダメじゃん。取れないんかい。嘘。マジで禁断の前勝手に伸びるの待たんといかん。あ、待って、生えてる。あ、なんかすごい。綺麗、紅葉みたいで。え？それだけ？あ、金リンゴだ。金リンゴが鳴ってる風、おぉ！当たりも出た、当たりも。ラッキー。では、エンドに向かいます。エント、テン、ポータル、フレーム。いけませんね、多分。いけないよね。で、エン、タ、テン、伸ばし棒、アイ。エンダーアイはいけるね。エンダーアイ作ります。いっぱい。エンダーアイを16いただきまして。はい、じゃあエンダーアイ投げまーす。あ、なんだ。リフトしちゃったからかな。あっち。おくよ、うせき。よし。これで10個でいいな。10個クラフトして。よし。あと、白髪の持っていきたいところだけど、エンド入ったら、基本、自分で取れること分かったからね。このまま行くか。さようなら、私の平仮名たち。こうしてれば、もう本当に死ぬことないな。すごい、大量の平仮名を取ってしまいました。うお、あれ。めっちゃ置いちゃう。岩盤で道が作れる、もしかして。これショートカットして。いや、せっかくこんなにチート使ったからね。チートっぽく、まあ、ダイレクトで。インしたいけど、それはなかなか難しい。またメサか。なんか進んだ感じしねえな。ほい。こっちか。多分近いと思います。この辺だと思う。一応ね、隕石落とせるんですけど、隕石で穴を開けていいものか。戻った。この間だ。あ、ここかな？うわ、びっくりした。ここだ。ここで、ちゃんと、いろいろ食って。ここだな。おそらくここだ。掘ります。大丈夫。めっちゃ怖いけど。これだけ、マシマシなら大丈夫だろう。そろそろじゃないのか。かなり山の上からだったから、あれだけど。うわ、来たー！来ましたー。右クリックで、ポータル壊しちゃうと怖いな。どこだ？あったー！よし、壊れる前に。喋ります。もうベッドもいらんでしょう。ここまで来た。ちょっと足早すぎて怖い。入ります。すごい！やばい！いきます！ポン！来たーん。もしかしたら、レインボーでワンパンかもしれないっていうのが、怖いです。あ、なんか、あ、やばい、やばい敵が来てる。ほら！いやドロップ族やばい。殴った音もやばい。ほれ！待って、すごい。しなりすぎて当たんないかも、これ。当たった。すごい、虹がかかってるわ。減ってんの？俺。あ、減ってるけど、それは連続で当てんといかんよねっていうところで、連続で当てます。あれ？待って！切れた！打ちすぎて切れた！降りてくる。来たん。さすがに最強ソード。フルネームじゃ言えないけど。すごいやばい、マジで強い最強の剣。えい！うわぁ！はぁー！強えー！やばい、すごい。これめっちゃお気に入りだわ。このラインスタンプのような使い方できるやつ。よーし。はい、というわけで、今回はひらがなでチート武器のクラフトできる世界でございました。序盤、ひらがな揃えてね、こう、整理整頓、今できてないけど、整理整頓するまでがね、ちょっと時間かかっちゃうけど、めっちゃおもろかった。今日の動画面白かったという方、高評価チャンネル登録お願いします。
でまた次のひらがな動画でお会いしましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。おすすめの動画はこちら。次の動画もお楽しみに。バイバイ。